ちます。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。立命館大学大学院生命科学研究科堀川祐介と申します。本日はよろしくお願いします。でですね、まず私が紹介する本っていうのがこの2050年の世界っていう本です。皆さん2050年の世界ってどういう世界か想像できますか？2050年って今からは、37年後の世界なんですけど、まあ、30年前をちょっと振り返って考えてみると、30年前ってだいたい1980年代でして、それってどういうことがあったかっていうと、ちょうど来年終わっちゃう笑っていいともが始まった年であったり、スーパーファミコンが初めて発売された年でもあり、第2次オイルショックとか、バブルが始まったバブルがあったりとか、と冷戦が終結した 時でもあります。なんでその時から今の時代っていうのを想像できたでしょうか？おそらく多分できなかったと思うんですけど、こういう世界になるような兆候っていうのが多分あったと思います。それが、この本には、書かれています。それでまずちょっとうさんくさいかもしれないですけど、この本の、まず、まあ、ある程度正当性っていうのをまずお話しします。この本のデータっていうのは基本的に人口統計っていうのを、ベースにしています。ですので、例えば今中国っていうのは一人っ子政策で子供が減ってますよね。なんで2050年では働き手っていうのが少なくなるので、その中国自体はもしかしたら衰退するんではないか、もしくは今の東南アジアは結構盛り上がってますけど、2050年では教育を受けた子供たちが成人していくので非常により発展していくではないかっていうことが書かれています。また日本はどうなっているかというと、まあ、多分想像通りなんですが、すごい超高齢化社会っていうのになって、そのような社会システムっていうのもなっていると思われています。またテクノロジーの分野に関してちょっとお話しします。これからのテクノロジーっていうのは、流行りは生物学と情報学です。まず生物学っていうのは遺伝学っていうのが非常に発達していきます。ですので、遺伝子の解析が終わって、あらゆる生物の、クローンであったりとか、また人の遺伝子っていうのも解読されていくので、もしかしたらこの日本人であったり中国人、欧米人、白人、黒人っていったアイデンティティの違いっていうのも、もしかしたら遺伝子の違いから発明されていくかもしれません。また iPS っていうのもまたもちろん遺伝子導入ではできているので、それも遺伝子の解読です。で、なんでこのような遺伝子解読ができてきた、かっていうのも、情報学が発達することでコンピューターの、計算処理能力っていうのは非常に向上していくので、このような遺伝子学っていうのが発達するので、生物学と遺伝子学、生物学と情報学っていうのが、流行っていきます。そして本中、今年のノーベル賞にもあった、ノーベル科学賞にもあったシミュレーション技術っていうのも書かれてないんですけど、私はあると思います。それを次にお話しします。で、ちょっと話が変わるんですけど、私がこの本と出会ったっていうのは、去年、就職活動をしてた時に、キャリアセンターのおっちゃんがこの本将来想像するのにいいよということで、教えてくれました。で、私何してるかって申し上げますと、コンピューターシミュレーションをして細胞モデルっていうのをコンピューターでやっています。どういうのかっていうと、細胞をコンピューター上で再現するっていうものです。例えば、人の膵臓からはインスリンが分泌されますが、それを血糖値っていうのを、感受してインスリン分泌するので、それを、コンピューター上でデータとして入力してやると、どれぐらいの血糖値でどれぐらいのインスリンが出るかっていうのが今モデルとしてあるんですけど、それを将来デバイスとして、例えばこの腕時計のようなものに設置して、で血糖値、ここの血管から血糖値を測定して、で自動で適切な量をインスリンを分泌する、糖尿病の患者ですね、すいません、自動で分泌するっていう形で、そのような新しいデバイスっていうのも作られていくと思います。これが、僕が考えた、2050年の世界というものです。ですので、この本の特徴としては、2050の世界というのを、書いてますけど、うさんくさい部分もちょっとあります。ただ2050年の世界というのがどういうものになるかというのを、これを読んで、自分でこれだけでなくて、自分で新しい2050年の世界というのを想像するのに非常に役に立つ
ベースとなるような本ですので、皆さんぜひご一読ください。はい、ありがとうございます。